日本各地にあるぜひ選んでほしいこだわりの土産を紹介する大人の上級土産。まるでメレンゲのようなふわふわとした手作りのはんぺん。職人が叩いて形を作ります。柔らかさとふんわり感と生で食べてもとても美味しいので、そのまま食べるとふんわりとした食感が楽しめます。今夜は手作りのはんぺん。ふわふわの食感を生む職人技に注目します。東京日本橋、老舗が軒を連ねる町の一角に1688年創業の練り物や甘藻があります。店で一番の売れ筋は手取りはんぺんです。はんぺんが生まれたのは江戸時代。幕府にサメのヒレを献上した後、余った身をすり身にして食べたのがきっかけでした。成形するとき、お椀の蓋ですくい取ると丸の半分はんぺんになることからその名がついたと言われています。その後、四角い箱に入れやすいように四角くなったそうです。柔らかいサメの肉を使ったはんぺんは当時からふわふわな食感でした。甘藻の手作りはんぺんはその食感にこだわって作られています。ふわっとして、ね、もう何とも言えない感触がとっても好きです。柔らかさとふんわり感と生で食べてもとても美味しいので、常連客を魅了するはんぺんのふわふわ感。他では味わえない食感はこだわりの材料から作られています。一般的なはんぺんはタラなどのすり身を使っていますが、甘藻では江戸時代からの材料であるサメを使い、種類にもこだわっています。サメは2種類使います。身が柔らかい吉切サメを6割、そして身がしっかりしていて味が濃い青サメを4割の割合で使います。甘藻ではこの相反する肉質のサメを使うことでこだわりの食感を生み出しています。2種類を混ぜ合わせすり身にします。そこに加えるのは山芋。さらに塩などの調味料で味を整え、
45分ほどすり続けます。ここからの作業がふわふわの食感を生む神髄です。関茂で300年以上受け継がれてきた職人の技。叩いて生まれるふわふわ感。あれ削いでるように見えますけど、あれ叩いてて、叩くことによってですね、まあ、はんぺんの身がこう膨らむんですね。で、大体12回叩くことによって綺麗な山形になって、こうふっくらふんわりしたものができるんですね。一般的なはんぺんは機械で成形します。関茂のはんぺんは手作業で形を整えます。すり身を伸ばし、それを型枠に乗せ、叩いて山の形にします。叩くことで外から空気を取り込み、中へ押し込んでいくのです。4つの面をおよそ3回ずつ叩くことで、全体に空気が入り膨らみます。これが長年受け継がれてきた柔らかい食感を生み出す職人の技。最後に熱湯に入れて茹でることで、中の空気が膨らみます。こうして生まれたのが関茂の手作りはんぺん。何もつけずに食べると、ふわふわの食感が最も楽しめます。先人たちの知恵と伝統の技を受け継ぎ作り出されるふわふわの手作りはんぺん。選んでみてはいかがですか？